ビデオダイアリー、二月二十八日、二千十九年、by ヒロシハヤシ、浜松市、Japan。ビデオ日誌、二千十九年二月二十八日、ハヤ今行くよ、第三回目。UFO。その興奮は浜松市内の。 家に帰るとさらに大きくなったいつものように動画作りを始めたがやがてその感動は爆発しそうなまでに膨らんできた V 字型 UFO は世界中で目撃されているがどれも輪郭がはっきりしない何かのステルス技術を使っているせいかもしれないそれに反して私が見た UFO は際立ってクリアだった 美しかったつまりそういう形でわざと目立ちやすくしその形を私に見せてくれた私はそう判断した私は書斎のある2階から1階の台所に降りていったワイフがそこにいた私は興奮状態だった大声でこう言った「やっぱりおかしいよ」と「おかしいよ」なあやっぱり どう考えてもおかしいよ、おかしいよ。いいか ?9 月26日、10月28日と続いたから、僕は次は11月28日だと判断した。だから、11月28日歓迎と、そのように紙に書いて風呂の窓に貼り付けた。で、僕はその朝お前の声で、え、マイクラオという声を聞いた。そして、外へ出てみると、あの V 字型 UFO を見た。 すべてが予定されていた。計画されていた。僕はその予定に従って UFO を見た。いいか僕が偶然 UFO を見たんじゃないんだよ。偶然ではありえない。彼らの方が僕を狙って訪れてきたんだよ。わかるかい向こうの方が僕に会いに来たんだよ。わかるかい神々の方から僕のところへやってきたんだよ。いいか 9月26日、10月28日、11月28日と続いた次は12月28日だと。ワイフはしばらく考え込んだふうだったぽつりとこう言った12月28日には何かあるわねと。誕生日これはたまたま偶然だったかもしれないが2回目は10月28日。 私の誕生日もし偶然でないとしたらエイリアンは私の誕生日を知っていたことになる知っていてあの雨の音を聞かせたことになるがそんなことはありえるだろうかあの10月28日の第2回目の雨の音にしても納得がいかないその日の朝も私がドアを開けた瞬間雨の音は消えた消えて私は 鈍点だったたががその間に青い空が見えたどこかで私を監視していたがそこまでパーフェクトにやるだろうかつまり聖地計算ずく第3回目の11月28日にしてもそうだ繰り返す問題は UFO を見た時刻と場所もしほんの10秒も時間がずれていたらもし位置が 100m 東西にずれていたら私はあの UFO を見なかった寒い冬の朝そんな朝に外に出るなどということは私の場合めったにない出たとしても空を見上げることはほとんどないカラス話は前後する11月28日 UFO を見たその朝そのまま私とワイフは後片付けをし 浜松市内の自宅に戻った途中道端の木々の間をカラスの一群が飛び交っていた長い尾羽がやけに目立ったそれを見て私はやっぱりあれはカラスじゃないと思ったカラスなら頭もあり尾羽もあるカラスの尾羽は目立って長い羽の部分も一直線になっていない大体あの時刻にカラスが空を飛ぶわけがない 時刻ははっきりと覚えてないが逆算すると午前5時45分から6時少し前5時55分前後それに暑い雲に覆われたどん天だった空は暗い灰色だったが地上はまだ夜だった真っ暗に近い夜で私は再びこう思ったやっぱりあれはカラスではないカラスなら簡単に見分けがつくと 私はカラスが飛び回るのを見ながら何度も何度も自分に言い聞かせたあれはカラスではなかったとどうしてカラスそれにしてもおかしい私はどうして頭のないカラスと思ったのか思ってしまったのかその瞬間からこれは頭のないカラスだとそれは真上でホバリングしていたゆっくりと動いて いたかのようにも見えたがその状態でそれを見ればそれをカラスと思う人はいないが私はそう思った思ってそこに懸命にあるものを否定しようとしていたなぜかなぜか自分では覚えていないが私は放心状態だったと思うただ呆然とそこに突っ立っていたと思うそんな私がその時懸命にしたことといえばそれを 頭のないカラスとと思うことだった恐怖心はなかった驚いたという,ういうふうでもなかった同時に感動も興奮もなかった声も出なかったただじっとそれを眺めていた視線を外すこともなかったただそれが山の向こうに消えた時私は即座に家の中に早足で駆け込んだ 何か見てはいけないものを見たような気分だったと思う何かしてはいけないことをしたような気分だったと思う右手にあった土手を駆け上ればその物体を追いかけられたかもしれないがそれはしなかった家の中に早足で駆け込んだ堂々巡り私なあエイリアンの目的は何だろうワイフ何かあるはずよね 例えば、あなたが今していることを励ますとか。励ますだったらそんな手の込んだことしなくてもいい。UFO か何かを見せてくれればそれでいい。それで済む。あなたが邪魔者にな,者になったからだったらさっさと殺せばいい。そうね、と。今まで調べた範囲でも、エイリアンは決してお人よしではない。意味のないことはしない。目的のないこともしない。 人間にへつらったり媚びを売るようなことはさらにないサービス精神ゼロそんなエイリアンが何のためどうして頭の中で同じ質問が何度も何度も繰り返された堂々巡りした音こんなことも考えた雨の音も今行くよという言葉もワイフには聞こえなかった雨の音は外から今行くよは 頭の中からしかもワイフの声しかも脳の中でガカガンと言うならば叩きつけるような大声鼓膜を破るほどの大声と書きたいがそういう大声とも違う鼓膜を通していたら鼓膜は確実に破れていただろうそれを説明しながら私は別の心ですごいテクノロジーだと思った言うなればテレパシーということになるが それを巧みに使いい分けている私、お前の声だったということは、お前の声を知っていたということになるよ。ワイフ、どこかで録音でもしておいたのかしらかもね、それにね、あの場合、言うとしたら、今行くよではなくて、今近くにいるよだと思う。その声を聞いて、1分前後で、僕はあの V 字型の UFO を見ている。 あるいはもっと短かったかもしれない1分もかかっていなかったかもしれない今から飛び出して庭へ全体で20歩も歩いていないのではないか11月29日昼からメガネ屋へ行き絵を調整してもらった何か作業しているとすぐずれ落ちてきたその足で JR の駅に行き長野県の 小淵沢までの切符を購入した12月3日の講演会のためであるギリギリ指定席が取れた秋の行楽日で空席はほとんどなかった Wife やっぱりあなたいつか火星へ連れて行ってもらえるかもしれないわね私そうだといいけどまた UFO だけ見せてはいさよならじゃ嫌だな怖くないの全然 遠足の前の日のような気分、ウキウキしている。オーストラリアへ留学する前の日みたいだ。私なら怖くていけないわ。全然と。技術。エイリアンが最も恐れるのは技術の漏洩だと思う。人間に技術が漏れるということは、山の中の猿にマッチかピストルを渡すようなもの、そんな技術を手に入れたら、 そそれこそ太陽系はめちゃめちちゃゃになってしまう人間にエイリアンが持っているようなテクノロジーを渡してはいけない人間のこの私がそう言うのだから間違いない人間は貪欲で傲慢闘争的で自己中心的一度渡したら最後人間は即そのテクノロジーを武器に応用する山の中の猿にマッチを渡しマッチの使い方を教えたらどうなる そんなことを猿に教えたらそれこそ大変なことになる人間もまた同じそのあたりのことはエイリアンもよく知っているはずいわんや私を通してそのテクノロジーが人間に伝わることを最高度に警戒しているはず言い換えると仮に私が UFO なる乗り物に乗ったとしても私はそういうテクノロジーには興味を持たない方が良い関心を示してもいけない だいたいこの私にしても私自身を信用していない。こずるくていい加減。不完全でボロボロ。たまたま今はそういう立場にいないからこうして善人ぶっていられるだけ。仮に教育の富と権力を手にしたら私はどうなるか。私は私のままでいられるか。医療技術。だけど、医療技術だけは教えてもらいたいと私。 それを教えてもらったら小児癌など難病を抱えている世界中の子供たちをみんな治してやりたい遠い昔小学1年生で脳腫瘍になり小学3年生で亡くなった OK 君を思い出していたついでに言えば数日だけ UFO を貸してもらいたいその UFO に乗って世界中を回る今まで行きたくても行けなかったところを回る ボリビアのモーシュホースの人造湖、南極のエイリアン基地カリフォルニア沖のマリブの海底基地ブラジルのコラリス沖にあると思われる海底基地ロシアのショリアのメガリスなどなど観光旅行のようなものだがこれらの場所で撮った写真を YouTube で発表したい30日 翌々日の30日は午前3時に目が覚めた睡眠時間は4時間布団の中であれこれ考えたその第一なんでこんな手の込んだことをするのだろうと第一回目は山荘で大雨の音これが9月26日第二回目は自宅で大雨の音10月28日第三回目は山荘で漆黒の UFO 11月28日26日28日と続いたから30日も考えられるで一応その30日つまりその前日の11月29日も山荘に泊まることにしたその時私はこう思ったもうこれで逃げ場所はないなと山荘も自宅も相手にバレてしまっているついでに言えば私の誕生日もバレてしまっている が、誕生日については偶然だったかもしれない。いくらなんでもそこまでは。が、収穫はあった。第3回目で私は彼らの正体が V 字型 UFO に乗っているエイリアンだと知った。言い換えると相手は UFO の形を通して自分の正体を私に明かしてくれた。その形は40年近くも前、以前住んでいたアパートの近くで見た UFO と同じだった V 字型 UFO その時私とワイフは散歩していた長男が家で眠っていたので1975年だったと思う夏の暑い夜だった時刻は私は午前1時頃だったと思うがワイフはそれよりも早い時刻だったという午前0時過ぎだったかもしれない近くに小学校があり その小学校の北側で折り返すとアパートの方に向かった小学校の裏手に神社がありその神社を過ぎたあたりだった見上げるとそこに V 字型の今でいう UFO が飛んでいたが私の知っている UFO とは形が違った窓 V 字型だったが常識的な進行方向とは逆だった 先端を後ろにしてゆっくりと左手から右手の方に動いていた私はその UFO の窓らしきものを数え始めた窓らしきものと思ったのは後になってからのことその時は鳥か何かが飛んでいると思った後で聞くとワイフも同じことをしていたというがそれを6つか7つまで数えた時のこと背筋がぞーっと凍りつくのを覚えたそこに その窓らしきものを取り囲んで夜空よりもさらに黒い V 字型のシルエットが現れたからである巨大だった私はその直後の印象では幅が1ないし2キロあったかのように思ったそれが頭上までやってくるとそこで突然速度を上げると私の方から見て右側の東の空に向かって動き始めた 消滅。それはそのまま東の空に消えていった遠ざかって消えていったというよりは遠ざかりながら透明になって消えていったあるところまで来るとその向こうの雲が透けて見えるようになったそしてそのまま消えていったなおこの時の UFO についてずっと後になってからワイフはこう話してくれたワイフは アパートを出るときからずっとそれを見ていたという。もちろんワイフもそれを UFO などとは思わなかったという。ヨタカが何かが飛んでいると思ったという。それで散歩の間中私たちはずっとヨタカの話をしていた。ヨタカは夜空を飛ぶのよ。飛ぶときには光るのよ。と。ワイフはそう言って,言っていた。自衛隊。 私たちは急いでアパートに戻った戻るとすかさず近くの航空自衛隊浜松基地に電話をかけた私はそれをソ連か中国の飛行機だと思ったそれでそうしたが電話はつながらなかった午前8時半までつながらなかった私はその夜一睡もしなかったワイフは眠ったというが私は眠らなかった自衛隊へ電話をかけ続けた つまりその時も V 字型の UFO だったということは知らなかったそして今回も V 字型の UFO だったということは初めは気がつかなかった目的話を戻す心のどこかでこのまま終わるかもしれないという思いがふと現れては消えたが同時にだったらこんな手の込んだことをするはずがないという思いがそれを打ち消した それれは私の不安だったかもしれない UFO への期待が私にそう思わせたのかもしれない。ワイフはまたこう,こう言った。あなたに自信をつけさせるためじゃないと。自信ねえ。そうよ。あなたがしていることは間違っていないという自信をつけさせるためよ。と。が、それならもう40数年前近くに経験している。 今更といいう気持ちが強いもっとはっきり言えば UFO を見るのは一度でこりごりたくさん私とワイフは夜中に散歩中にやはり巨大な UFO を目撃している V 字型の UFO だった地震があるとかないとかというレベルの話ではなく私は UFO の存在を疑ったことはない変化もちろん変化がなかったわけではない その前後にも YouTube の方にこんなコメントがあったこじつけこじつけと私の YouTube の動画についてすべてこじつけというわけであるがそういうコメントを読んでも気にならなくなったというより冷めた目で無視削除一方私は UFO を見たことがないエイリアンは本当にいるのかという投稿もあった そういう質問に対しても私は1000%という言葉を使うようになった1000%いますよと11月30日で30日の朝も私が先に起きた起きて今にいるとワイフも出てきてこう言った怖くないのと全然楽しみだよと私が30日は何も起こらなかったワイフ 何も変わったことなかった私なかったあるとすればすぐわかる劇的強烈つまり彼らは曖昧なやり方はしないと動画作り私は毎日最低1本動画を制作し発表している1日1本そうしたノルマを自分に課しているそうしたノルマを 重ないと緊張感が薄れるが12月に入るとその緊張感に張りがなくなってしまったパソコンの画面に向かうのだが作りたいという意欲が消えてしまったわかりやすく言えばどうでもよくなってしまった今更エイリアンの証明をして何になると証明などもう必要ない少なくとも私には必要ないなくなってしまった UFO? バカげている。UFO の存在バカげている。どうでもよくなってしまった。つまり、11月28日以来、動画作りといっても、そのバカ臭さとの戦いになってしまった。こんな動画を作って何になると。こんなことをしていても何になると。ギリシャ彫刻もブッダもダヴィンチも、皆どこかへ吹き飛んでしまった。 UFO ウォッチャー手元に八ヶ岳の講演会のチラシがあった3人の講師のうちの1人が私私は縄文土器についての話をするその土器土偶もどこかへ吹き飛んでしまったついでに言えば講演会そのものまでどこかへ吹き飛んでしまった UFO の目撃例が別の講師によってその場で発表されるらしい UFO という文字だけが大きく載っていたそれを横目で見ながら私はそれがどうしたのと UFO を目撃したそれがどうしたのと UFO を見ただの見なかっただの私にしてみればもうそんなことどうでもよくなってしまったパーフェクトそれにしてもエイリアンのやることにはそつがない 無駄がない失敗がないパーフェクトそのせいかどうかは分からないがエイリアンは証拠を残さない物的な証拠は残さない第1回目と第2回目は音第3回目は UFO カメラは首にぶら下げていたがカメラを持ち上げる時間もなかったあるいは時間はあったがその気にはならなかったカラスと思わなければ カメラを持ち上げたたかもしれないが見た瞬間カラスと思ったのが良くなかったカラスじゃないと迷っている間に木々の向こうに隠れてしまったそのあたりのことはつまり人間の心理については相手も知り尽くしているはずやることなすこと完璧そこまでやるかと思うくらい完璧そんな印象を持った特に10月28日の時はそうだった その直前までつまりドアを開けるその瞬間まで雨の音は聞こえていたがドアを開けた途端その雨の音は消えていたワイフはこう言った証拠がないなら人に話せないわねはな話したらあなたは本当に頭がおかしくなったと思われるわとよくわかっている次回 相手の目的が何であるんですよ。私はその相手に従うしかない。どうせ私に勝ち目はない。逃げ道もない。逃げ場もない。自宅の中の寝室まで追いかけてきた。選択権判断権は相手側にある。私ではない。相手側にある。次回は約束されたわけではない。が多分、今までの流れからすると次回は。 12月28日。そんな感じがする。漢字といっても確信に近い。そんな感じ。それにしてもきめ細かい人たちね。とワイフ。うん。それでいてどこか人間的。と私。きっと真面目な人たちなのね。24時間あなたをずっと監視しているみたい。それはないと思う。そこまで彼らも暇じゃないと思う。 考察私、もし僕に UFO を見せるだけならあ,なあんな手の込んだことはしないよ。ワイフ e 点点雨の音を2回も聞かせたそして3回目には今行くよと言って UFO を見せたこのまま何も起こらず終わるはずがないでも相手が約束したわけじゃないでしょないだから本当に 何かあるかどうか僕にもわからない12月28日もまた u a 方を見せておしまいということかしらそれもないと思う今度はビデオカメラも回しっぱなしにしておくカメラもオンにしておく写真を撮るのねそう写真をバッチリと撮る証拠のない話をしてもこんな話は誰も信じないだろうからねとこんな会話が 毎日のようにに断続的に続的いた繰り返し繰り返し断続的に続いた12月8日8日木曜日夕食後運動をしたランニングマシンの上で30分走った汗をかいた疲れたでこたつに座っていると眠気が襲ってきたイヤホンをつけ私が作ったビデ,ビデオ日誌を聞いた その途中、突然、あの雨の音、また聞こえた。ザーバリ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 ザーバリ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 ,バリと、大きな音だった。ほんの数秒だった。正確には3、4秒だった。ヤホンを手で払いのけるほど大きな音だった。後でワイフにその時の様子を聞くと、私はワーッと声を上げたという。そしてその後、私は雨の音と叫んだという。 その声を聞いて、ワイフは庭へ飛び出した。空を見上げた。私もそれに続いた。空を見上げた。星空だった。何も見えなかった。私、いよいよ僕の頭は狂ったのかな。ワイフ、ますます人に話せなくなったわね。ハリウッド映画みたい。現実か映画か、区別がつかなくなってしまったわ。と。 大きな音だった右の耳だけにイヤホンをつけていた音はそのイヤホンから聞こえ,て聞こえた9月26日と10月28日とは違いその音は私の鼓膜を介して聞こえた耳がポーンと塞いだ状態になりその後音が聞きづらかった時刻は午後7時ごろだったがこの話はここで消え そのまま終わった雨の音はイヤホンが拾った雑音に違いないということで私とワイフは納得した日常私にとっても人生最大の不思議不可解謎そんな経験をしながらも周りはそのまま日常はそのまま静か平穏手乗りインコ夫婦がまたひなを返した 近くのショッピングセンターへ持って行った今年だけでも十数は引き取ってもらったそんな自分がおかしかったこの落差この違和感それが私の日常目を閉じればあの V 字型の UFO が目に浮かぶそんな私がインコのヒナのことで苦労しているそんな自分がおかしかった判断12月8日の事件を 事件として位置づけるかどうか判断に迷った時間にしても数秒大雨の音は音だったが自分の脳でそれを判断する間もなくその音は消えたイヤホンを払いのけたが何のためどうしてまたまた頭の中で堂々巡りが始まったエイリアンとて忙しい私のような人間にかまけている暇はないないはず もちろん私を脅かすためではない。何かを教えるためでもない。その前にどうしていつもの雨の音なのか。ワイフと繰り返し繰り返し同じ会話をした。顔を合わせるたびに同じ会話をした。何のためと私。わか,からないわね。とワイフ。今度の音はテレパシーではないよ。そういうことになるわね。と。イヤホンを 払いのけると同時に音が消えたその直後私は部屋を飛び出した縁側から外を見た満天の星空を見たもちろん雨など降っていなかった教育いつ頃からだったかは覚えていないがある時から私はこう思った私は教育されているとその都度私は混乱した 道理では処理できない混乱。理屈では理解できない混乱。が、その混乱が収まる頃には、いつもこう思った。ああ、そうだったのか、と。つまり、そのああ、そうだったのか、という部分がで、私はいつも何かを教えられた。それを知った。テレパシーもその一つだが、テレパシーといっても、いろいろな種類がある。その都度違う。例えば、三度目は、イヤホンを返していた。 イヤホンを外すと同時に音は消えたつまりエイリアンはこう教えた伝達方法は一つではないよとこういう私の意見に対してワイフはこう言った私ねひょっとしたらあなたを慣れさせるためではないかと思っているのよつまりね少しずついろいろなことを見せながらあなたを慣れさせているのよと 映画と現実時々奇妙な現象が起きた現実と非現実の世界を交互に行ったり来たりした例えば SF 映画を見ている時もそうだった映画を見ながらこの映画は間違いだらけと思ったこともあるその一方で自分が体験したことが映画の世界での出来事のように思ったこともあるあるいは 私の体験したことは本当だったのかとも疑ったそんな話をするとワイフはいつも決まってこう言ったあなたはすごい体験をしたのよ今のあなたにはそれがわからないのよと確かにわからなかった混乱状態の中で自分を客観的に見ることができなかったあたふたとしているだけで前に向かって歩くことさえできないそんな感じだった 第4回目やがて私は12月8日の事件を第4回目の事件と位置づけるようになった雨の音が9月26日10月28日のそれと同じだったことがその第1の理由バリバリッと小豆を竹籠に打ちつけるような音とともに雨の音がその時雨は一滴も降っていなかったただ時間が短かった 1>, 1回目と2回目は1時間前後それと比べると12月8日のそれはあまりにも短い何のためどうしてそんな疑問だけが頭の中をくるくると回ったがやがて結論を出したそれは第4回目の訪問だったと意味はわからないわからないが私はそう結論を出した12月28日 12月28日が近づいてきたそのこともあって USB 充電ができるデジタルカメラを購入した USB 充電ができれば他のカメラはカメラは不要暗闇でも小さな光源があれば撮影できる優れものソニーの RX100 数多くの UFO 写真が出回っているがどれもいまいち鮮明な連続写真が撮れればそれだけでもビッグニュースになる が自問する私 A、写真を撮ってどうする。私 B、YouTube に載せる。どうせ誰も信用しないよ。中には信用してくれる人もいるかもしれない。UFO の写真なんて5万と出回っているよ。それもそうだなと。言い忘れたが、RX100 にしたのは火星へ行った時のため、バッテリーと SD カードさえあれば数万枚の写真が撮れる。 それでそのカメラにした通り雨毎週私は一人の高校生に英語を教えているひろかずくん本名という家庭教師であるそのひろかずくんが勉強中突然こう言った時刻は12月16日2016年12月16日金曜日午後8時前後 くそっと。どうしたと私が聞くと、雨雨が降ってきやがったと。その一言で私は席を立ち、窓ガラスを開け、空を見た。冬の澄んだ夜空で満天に星が瞬きもせず輝いていた。雨なんか降ってないぞと。そういった瞬間、私の体が固まった。言葉を失った。 自分を取り戻すのに少し時間がかかった。私、ど,どんな雨だったやっとの思いで、ひろかずくんにそう聞いた。ひろかずくん、通り雨、通り雨、もうやんだ。私、星が見える。雨の音だった。どんな音だった僕には聞こえなかった。鉄板に、 パチンコの玉を当てるような音だったと私はすかさずワイフを部屋へ呼んだワイフは隣の台所の椅子に座っていた証言私はワイフが来ると広和くんにこう言った今君が話したことをもう一度あきこ先生に話してくれないかとワイフは私の横で正座した ひろかずくんは戸惑いながらもこう言ったその話をまとめる雨の音は6秒間前後突然始まってパッと消えた鉄板にパチンコの玉をばらまいて跳ね返るような音だった聞いたこともないような激しい雨の音だったザザーだったかバラバラだったかそれとも ババリバリーだったかと私が聞くと、ひろかずくんは、バリバリーだったと、何か悪いことでもしたかのように、はにかみながら答えた。で、雨に濡れて帰るのが嫌だったから、くそーっと言ったと。雨の音は、ひろかずくんの背中側、つまり皆、家の南側にあるテラスの方から聞こえてきたという。ひろかずくんの話を聞きながら、 私とワイフは何度も顔を見つめ合った。僕には何も聞こえなかったと私。だからさあ先生、空耳空耳、ただの空耳だ,耳だよ先生。でも本当に雨の音だったのかだからさあ先生、僕の空耳だったんだって。いや、君のことを疑っているわけではない。だから、 ありのままを話してほしい。ひろかずくん、てんてんてん。雨の音だったのかうん、そうだった。どんなこれは僕たちにとって大変重要なことなんだよ。だから正確に話してほしい。雨の音だった。バリ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 とすごい音だった。どんな鉄板にパチンコの玉を当てるような音だった。 私、すごい大きな音だったのか弘ろ君、風の音だったかもしれない。風でそんな音は出ないよ。今はどうだ今は聞こえない。雨も降っていない。と。ワイフもいろいろ聞いた。聞きながら、その都度、私の顔をさらにじっと覗き込んだ。私の体は固まったままだった。ワイフは、 無表情のまま顔をこわばらせていた。が私には何も聞こえなかった。ひろかずくんには聞こえた。確認。ひろかずくんの話を聞いて私はワイフにこう言った。なあ、これでお前も僕の話を信じただろうと。ワイフは神妙な顔をしてこう言った。最初から疑ってはいなかったわ。でもこれではっきりしたわね。と。 私には聞こえなかったが、ひろかずくんは私が聞いたのと同じ雨の音を聞いた。しかも、ひろかずくんだけ。私は私が聞いた雨の音を大声で再現してみると、ひろかずくんはこう言った。先生、その音だったと。目的、何のためどうしてワイフはひろかずくんが帰った後、またこう言った。 これであなたの聞いた雨の音が本当だったと証明できたわねとそれはわかるが何のためどうしてこんなちっぽけな私にそんなことを証明して何になる私をどうしたいというのか私に何をさせたいというのかワイフもこう言ったひろかずくんがあなたと同じことを言った時には驚いたわ雨の音の表現の仕方があなたが聞いたのと 全く同じだったわと私は小豆か何かが大きな葉っぱに当たるような音だったと言ったあるいは竹籠に小豆が当たるような音だと言ったひろかずは鉄板にパチンコの玉が当たるような音だったと言った訂正 2016年9月26日月曜日、10月28日金曜日、11月28日月曜日に続いて、12月8日、私は短い時間だったが雨の音を聞いた。が、それについて、私は何かの聞き間違,いでは間違いであったかもしれないと思った。が、続いて12月16日金曜日に、ひろかずが雨の音を聞いた。ひろかずには、今回の一連の話は全くしていない。 ワイフ以外には全くしていない。いやしくも立場は教師。そうでなくても、この種の話は世間の誤解を招く。他人に話せるような内容ではない。生徒の親に話すのはさらにまずい。が、広川津君の事件。事件というのも大げさだが、その事件で前回の12月8日木曜日の事件が聞き間違いでない。という。 聞き間違いといとう話ではす済まなくなくった。雨の音は本当に聞こえた。一度はイヤホンが拾った雑音と判断したが。がそうではなかった。となると12月8日が第4回目のコンタクト12月16日が第5回目のコンタクトということになる。順に整理してみる。9月26日月曜日3走で1時間以上。 の北側外から聞こえてきたバリ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 ザーバリバリザーと12月28日金曜日自宅で1時間以上家の北側外から聞こえてきたバリ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 と11月28日月曜日 V 字型の UFO を目撃今行くよの声は私の頭の中から聞こえてきた

エイリアン側からの正式のコンタクトだったということになるで次は12月28日ということになる少なくともこのまま何も起こらずに済むということはありえないその夜は寝るまでワイフと同じ話を繰り返した何度も何度も繰り返した秘密私は沈黙を守った誰にも話さなかったというか 一度だけ異形。ワイフの姉の夫にはそれとなく話した。が、へえーと言っただけで軽くあしらわれた。私の口はますます重くなった。あなた、こんな話、他人に話してはだめよ、とワイフ。わかっている、と私。みんな頭がおかしいと思うわよ。わかっている、と。が、その一方で、私はどうしてと自問した。 事実は事実。どうして他人に話してはいけないのかと。嘘つき。私は将来的には嘘つきである。そういう家庭環境に生まれ、そして育った。岐阜県とはいえ、大阪商人の影響をもろに受けている。名古屋商人の証券家にある。嘘が当たり前。そんな世界。実家は自転車屋だったが、低下、 などというのはあってないようなもの客との駆け引きで値段が決まった父1個700円だよ客2個で1000円にしてよ父厳しいねじゃあ3個で1500円にしてよ分かったいつも世話になってるから4個で2000円どうしますと私は毎日そんな商売のやり取りを見聞きしていた私はそれを嘘という が誰もそれを嘘とは言わない。仕入れ値は1個400円。2000円で売っても儲けは400円。がそれ以上の嘘はつけない、つかない。私はそういう意味では元来気が小さい、繊細、臆病。他人に嘘つきと呼ばれることほど不愉快なことはなかった。推察 あくまでも今日現在における推察ということになる今日は12月18日日曜日昨夜映画「スター・ウォーズ」を見てきた誘いついたのが午後11時30分頃その途中車の中でこんな会話をした私要するに僕をメッセンジャーか何かにしたいみたいだワイフ私もそう思ういよいよ UFO が 堂々と姿を現す公の場所にね、その前触れかもしれないね、ワイフ、点々点。その前触れを僕にさせる気でないのかな火星へ連れて行ってもらえるという話はどうなったのああ、あれね、エイリアンはそういったお人よしはないではないということだよ。ワイフ、無駄なことはしないというわけね。そう、意味のないことはしない。 残念ねと。が、そう思いながらも、劇場へ行く途中、パソコンショップでボイスレコーダーを購入した。連続550時間、USB 充電もできる高性,能高性能なもの、UFO に載せてもらったら、記録は声で残すと。で、なぜ私、つまり林博という個人を選んだのか、それについては私はこう思う。 相手が団体や組織だと意思統一が図りにくいが個人なら組みしやすい楽それに私なら無職無臭無難不安と思ったらそのまま殺せばよいそれでおしまいともあれその結果はもうすぐわかる2016年12月28日水曜日もうすぐわかる変化ひろかずくんの がががあってから私の心の心中で少しずつだが変化が生じた意識の変化、上着いた期待がしぼんだ、遊び心が消えた、変わってことの深刻さが心の中でずっしりと大きく膨らんできた。エイリアンも真剣だね、と私が伝えると、そうね、とワイフ。エイリアンの目的が何であれ、私のこれからの行動には、 地球人の運命がかかっている少し大げさかな私ひろかずくんの件は警告だったのかもしれない警告旅行気分を戒めるためのねそう考えないと辻褄つまが合わないわね僕もあそこまでするとは思っていなかったワイフてんてんてん彼らも真剣だよ人間の歴史が変わるかもね私 僕にそれができるだろうか。僕には無理だよ。年齢。自分の年齢が気になった、万69歳、2016年。ジジイ、何か新しいことができる年齢ではない。というか、このところ何かにつけて自信がなくなってきた。気力が続かない。原稿を書いているときは特にそうだ。あれほど、 書くことが好きだったはずなのに、このところ疲れを覚える。少し書いただけで疲れたとなる。そういう意味では、動画作りと原稿書きは違う。動画作りは作る。原稿書きは書く。言い換えると、原稿を書くことができるからと,からといって、動画作りができるというわけではない。その逆のことはわからない。が、たぶんできない。だから当初は苦しいんだ。勝手がまるで違う。 原稿を書くときは先のことをあまり考えず直感的に書き続けるが動画作りはいつも先のことを考えなければならない原稿書きは論理の世界動画作りは映像の世界言うなれば左脳と右脳使う脳みそそのものが違う断言はできないがそう考えるとすっきりするがどちらが楽しいかといえば今の私にとっては 動画作りの方が楽しい動きがある分だけ動画作りの方が楽しいだから疲れない動画を作っている時は時間を忘れる静かな生活その日の午後時間が空いた二人で近くのショッピングセンターへ出かけた夕食の材料を買うためその時ワイフがこう言った私は創造しい生活は嫌だわあなたがどんなふうになろうとも 他人の目を気にせず、二人でのんびりと買い物ができる方がいいと。それがワイフの基本的なスタンス。結婚当初から野心はない。有名欲もない。金銭欲もない。見も張らない。虚栄心もない。いつもさらさらと生きている。サバサバではなく、さらさら。でも僕は有名になりたかった。お金も欲しかった。と私。それを聞いて、ワイフがぽつりとこう言った。 あなたはそうだったわねと2016年12月23日の3日のことだった続きはまた次回にしますバイフォーネオウ